はい、ということでクロスファイアのドミネーションやっていきたいと思います。使っていくカスタマイズはこちら、リフレク拡張マガジン FMJ、 そしてグリップですね。よいしょ、カボチャハロウィンパンプキンさんゲットしていきましょうか。来るかな。うわー、マジ臭い。それはマジで臭いですよ。これがムブレの力、やば。確かにブレはないんですよ。ブレに関しては最強クラスなんですけど。あ、お前マジで言ってんの、あいつ。ドミネーションでドミビーを取ってない状況であれをするってやばくないですかね。さあ、とりあえずここでイモってからのいる底。これやばいな、マジで。こういうプレイヤーがいるからほんまに終わらへん、戦いが。まあ、あそこはまだわかる。あそこはね、B を守るためにやるポジションではいるんだけど、ただまあ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 、えげつないよな、さすがに。ほ、B 投げつつ、ここいたらね、バレないんですよ。そうそう、ほら、ね。だから結局のところそこにイモるのも微妙なんですよね。だからここでイモる分は強い。そう、ここで。で、壁抜きしながら抜く分はまだマシなんだけど、さすがにやべえだろ。やべえだろ、お前。さあ、AK117 獲得。これでしっかりと狙って撃つ。よーし。スパローで撃つ。オッケー。で、どうせそこにイモってる。ほら、しんどけ、お前。ははは。メッセよ。そういうところイモってるから悪いんだよ。ね。よいしょ。いや、マジ、オブジェクト理解してないやつめっちゃ多いでしょ、これ。ね。ほら、AK その行かずしてくれ。よーし。めっちゃおる。しんどけ、ダブルキル。はっ、お前マジ空気読めよ。あるあるだよね。さあ行きましょう。これ逆に私もやっちゃいますか。来い。いた。オッケー。君たちがやった行為だぞっていう。さあこれでしっかりとこういう形で上がる分はいいんですけど、あいつの場合上がってこないですからね。永遠に持ってますから。あれは違う。いや本当にまあこの動画を見てドミネーションを変えてほしいですね、皆さんで。みんな、また持ってんのかお前。オッケー。まだ来んね。オッケー、ダブルキル。これまだいんな。後ろからスレーするぞ。オッケー。多分ね、この2階こもってるんですよね、板は。オッケー。ふぅ。オッケー、無事勝利。いや、マジでひどいな、ここのクロスファイア。チーデスとかであれば全然いいんだけど、オブジェクト系であれやっちゃったら終わりだよな。だからこういう形で無理やりでもいいからリス変えて、あいつらがこう血に足つけられないように、もうガンガンやってあげるっていうのがベストかな。どうしたらいいんだろうね。はい、ということで皆さん先ほどの動画見ていただいたでしょうか。まあ HG40 を撮影してたんですけど、敵さんが強い弱いじゃなくて、もうドミネーションにならなくて、まあボツ回ってことで、まあクソイモ絶対殺すマントークで、やってたんですが、最近多いですよね。ボットは変なイモポジに行かないので、明らかにね、あのポジにイモるのはプレイヤーなんですけど、ちょっとまあオブジェクト系で最近目立つかなと。まあ正直ね、イモるっていうのはモラルっちゃモラルなところがあるんですよ。もうたかがゲーム、されどゲームなんですけど、やっぱりこう真面目に勝ちたいなって時に味方でちょっとあれされると萎えちゃいますよね。で、あれもさ、モードを変えたら正義になるわけですよ。もちろんドミネーションってある程度キルで取んないといけないんですけども、クソイモしていいかって言われたらちょっと難しいところがあるじゃないですかね。ドミビーを守るためのクソイモだったらわかるんですけど、もう最初からキルレ稼ぎのためのドミネーションってずるいというか、なんというか、なかなかね、ちょっとやばいというか、チーデスとかフロントライン行ったらそれ輝けるよっていう感じじゃないですか。まあそういったところね、まあ今回、皆さんが普段思ってることをね、今回私が代弁して、まあ動画の方でね、話していこうかなと思います。はい、ということで、まあぜひね、共感できるよとか、ナイスって思った方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。やっていきましょう。はい、ということで、クロスファイアのドミネーションやっていきたいと思います。使っていくカスタマイズはこちら。M4 の G シリーズですね。はい。で、まあ、今回ちょっと話していきたいことなんですけども、このドミネーションって、オブジェクト系ルールって言われてるんですよね。まあ、他にもハードポイントだとか、サーチ&デストロイ。まあ、そういったのがオブジェクト系に当たるんですが、まあ、チーデスと何が違うのかっていうと、ただただイモってれば勝てるってわけではないんですよ。まあ、もちろんね、イモって100キルとかできるんであればまた別なんですけども、イモってキルレをいくら取ったところで勝利に貢献できないっていうのがあって、まあ、僕ら結構その無駄なキルって言うんですよ。例えばこれドミネーションのここで、ね、キルすればめちゃめちゃ貢献度高いじゃないですか。ね、旗に入ってくるやつを抑えると、逆にもう関係ないところ、初期地点で殺したところで、それで少しと繋がんなかったらマジで意味ないじゃないですか。ね、これも意味あるキルですよ。これをいかにね、多くするのかっていうのが、まあ、ドミネーションのコツなんですけど、よいしょ。例えばこういう形で、裏取りで、殺す、みたいな。オッケー。ほら、これも敵、こうやって旗絡みしてくれるじゃないですか。そう、これが熱いドミネーションなんですよ。逆に、こういうね、もうずっとここにいるやつ、もう脳死でずっとここにいるやつ、これも、一概には悪くないんですよ。っていうのも、さっきみたいに、ドミネーション B 守らなきゃって言って、行こうとするときに、ね、抑えられるじゃないですか。だから、あのイモリは大正解なんですよ。ただ、最初から最後まで、もうドミネーション B 取られてようが何しようが関係なくずっといるじゃないですか。あれがね、間違いなんですよね。もう関係ないと。もうドミネーション関係ない関係ないと。お前らが勝手に好きにしろと。俺は好きなところに持って好きなように立ち回りして、ね、SR で気持ちいい、なるわ。
かしいでしょ。今作ドミネーション5人なんですよね。まあ、今作っていうか、まあ、コールオブデューティー自体が基本6人なんですけど、 BO4 から5人、今作は10人だとか6人制に変わったと。まあ、結構人数は左右されるんですけど、基本的には6人なんで、まあ、1人に対する重みがこのゲームめちゃめちゃ上がってるんですよ。そう、全員で旗絡まないと B 旗取れないよっていう状況なのに、一人がイモっちゃうと、もう誰か一人がドミ B を常に絡んでないと勝てないわけですよ。もしくは誰かがディス替えをしないと。ただディス替わっちゃったら、イモってる、初期イモでイモって、駆られる立場になっちゃうんで、今度自分が辛くなっちゃうんですけど、まあ今作に関してはその50星のラウンドなんで、そんなにまあまあまあなんかその長いことリスが変わるってこともないんですけど、やばいスナイパーめっちゃ強いな。やばい M4 じゃ太刀打ちできないな。まあ本当のスナイパーライフル、ドミネーションのスナイパーライフル見せますか。やっていきましょう。ね、だからなんだろうね、もう状況次第、うまい言葉で言いまとめたらケースバイケース。ただしもう最初からもうね、負け気持ちでやっちゃうともうルールが成り立たないですから。別にあのコールオブデューティーの繁栄を狙ってとか、もう全ロビー面白くするために真面目にやってくださいとまで言わないけども、ある程度はね、やっぱりそのドミネーションという名のモードで選んだのであれば、ちゃんとねその最低限のことはやってほしいかなとは僕は思ってるんですよ。うん、もうせっかくね自分がドミネーションを選んだんであれば、そうちゃんとドミネーションをするべき。さあということで、あーどこ行こうかな。クソイモ絶対殺すマンしよう。殺すマン、オッケー、ナイス。プレデターミサイル、さあ UAV2 周目回しつつスパロ使っていきましょう。多分ねこれ A 旗の奥にいるんじゃないかな。来る、よいしょ、ナイス。さあさあまだまだ湧いてるんで、しっかりとそこ撃つ、その奥も撃つ、マジか、オッケー、まだいる。スパロ奥キルしたんだけど、手前から湧いてきた。よいしょ、ハンターキラー投げていきます。ハンターキラーオンラインからのプレデターミサイルでクソイモ絶対殺すマン。全然イモってない、ごめんなさい。なんかあそこ上いるんだよね多分。いたな、あいつか、違う、お前じゃない。お、オッケー。まあ、こういう形でセンターを抑えるっていうのはありなんですけど、旗取られてる時にお前何やってんねんって感じじゃないですか。ただでさえ試合時間がコールオブデューティーの半分なのに、従来のコールオブデューティーの半分なのに、イモる余裕なんかねえんだぞと。スパローで持っていきます、ナイス。さあ2人目もしっかりと、オッケー、クソイモ絶対殺すマン、よーし。はい、ということで、26-97ですですね。まあだからその、なんて言うんだろうね、完璧最適解のムーブしろってわけではないんですよ。LMG 使ってルートを抑えるとかもありですけども、ただ、その、なんて言うんだろうな、ある程度自分がね、このモード行きたいと思って行ったのであれば、それ用のやっぱ最低限の立ち回りをして、味方のカバーをしてあげないと、ちょっとね、やっぱこのゲームが廃れてくるんじゃないかなって。そう、全員が全員ね、無法地帯でやっちゃったらどうなるかってみんなわかるじゃないですか。けどまあ、それをね、押し付けるのも正直ね、モラルなところがあるんで、それやったらじゃあ赤バンされるかって言ったらそんなこともないし、チーター並みの害悪かって言われたらそんなこともないんで、ね、押し付けがましいことはしちゃいけないんですけども、けどまあ、やっぱり、それがゲームですから。はい、ということでちょっともう一試合やっていきましょうか。はい、ということでお次もねクロスファイアのドミネーションやっていきたいと思います。で今回ちょっとスナイパー講座ということで、あーまたバグった、さよならまあ今回ねそのドミネーションにおいてのスナイパーライフル、まあ基本的に突砂できる人は全然いいんですけど、まあ全員が全員そうじゃないと思うんですよ。なのでまあイモリスナイパーってどういう風に使えばいいのかっていうのをね、このクロスファイアで解説していこうかなと思います。さあ開幕は来ない、とりあえず開幕はこの B に行くんですけど、最速取られるんでこういった形で一歩後ろから引いてみると、まあこういう形でしっかりとキルができると。でその後 B に入るのもよし、まあ前線行くのもよし、まあ、うまい使い方としては、こいつだとか敵の武器拾って、この2回上がることですね。そう。イモるんだったらここ。ここにイモっておけば、いつでも B に行けるんで、そう。ここのイモリは正義なんですよ。C 取られるんじゃないかな、これ。だね、C 取られるね。まあ、こういう形で C 行って、まあ、抑えるのも、出たー、ほら。もうこいつ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 。いやけどあれもね、味方を変えたら、私が C を殺そうとしてるところを守ってますから。A。トリップマインで、よいしょ。入れて、殺す。ほっ、オッケー、ナイス。さあ、このトリップマインがあることによって、あいつがもう一回こっちに来ようとしたら終わってしまうと。さあ、今のうちに C 取りましょうか。まあ、もちろんね、イモってキルするっていう、そのキルするだけで勝利に貢献はしてますけども、けどそうじゃないよねっていう。もちろん0キルと比べたらさ、イモってさ、何キルかした方がプラスですよ。敵にスコストを回さ、いやー、出た、俺のポジション。つえー。ここのポジション私が教えたやつですね。うん、あれはね従来のコールオブデューティーやってる人しか知らないんで、僕の動画を見たか従来のコールオブデューティーをめちゃめちゃやり込んでるおっさんか。すげえな。そう、このゲーム自体が何年前だっけな、10年以上前の作品なんですよ。やばいよね。そう、10年以上の前の作品がこうやって蘇るんですよ。ほっ、オッケー、リロードする。いや嬉しいなー、けどああいうポジション使ってくれたら嬉しい。うん、ほっ、オッケー。さあ UAV 出していきましょう。 UAV オンラインいるね。ほっ、ナイスカット。まだ湧いてくんね。よいしょ、イモってんなー、めちゃめちゃイモってんなー。ほ、
スナイパーライフォー、ナイス味方カバー。まだ奥いんね。ナイス勝利。さあ、これで前半戦は終了。さあさあ、これでディスポーンが変わった。さあ、敵どう出てくる？多分ね、敵の立ち回り的に、いつものスナポジ行くと思うんですよ。なので、ちょっとそこら辺警戒しながら立ち回っていきたいんだけど、B やばそうだな、これ。来るね。味方行け、頑張れ。そう。ちょっと当てたよ。ナイスアシスト入ったよ。さあ、しっかりとドミビーに入りながら、ここちょっと入ろっか。うわ、やばそう。ナイファー。あいつもイモるつもりだな。いや、ほら、ドミビー取れてないのにこうやってね、イモるわけですよ。一人だけこうやって入って、殺されて、ね、B が一生絡めないと。まあ、真面目ほどバカを見る状況になっちゃったら、やばいよねっていう。ちょっと臭い話になっちゃうんだけど、日本って働かなかったら出るじゃないですか、お金がね。ニートの人ってお金が出るんですよ。僕らの税金で。そう、保証金が出るんですよ。やばそう。バレてる。危ねえ。そう。だから働くほどバカを見る社会なんですけど、全員が全員じゃあ働かなくてお国からね、お金もらってたら回んないじゃないですか。そういうことなんですよね。うわ、やっば。こんなところに抱いてるよ。ほっ。オッケー。オッケー、ダブルキル。さあ、一回ちょっとリロードかましてから C ポ行きましょうか。C のポジション入れるかな。やっぱね、真面目な人ほどバカを見る状況を作っちゃうとゲームとしてやっぱコンテンツとして終わっちゃうんで、まあぜひね、皆さんこれ見てる方は、イモることも全然いいですけども、その際はこう、ちょっとでもこうドミビーに貢献できるようなイモリ方だとか、スコアストリーク回してなるべくこう B 旗を守れるようにしてあげたりだとか、目的達成できたから B 旗に入るっていうのもありだと思うんですよ。スコストでここまでイモって出したら B 旗入るみたいな、そういうね、ちょっとメリハリのつけたやり方だとか、うまいことね、勝利につながるように貢献していただけたらなと思います。はい、ということで今回はクロスファイアの、まあ、イモリ問題だとか、まあ、皆さんが普段思ってることを代弁してね、ちょっと動画の方話させていただきました。スコアの方が2612スコア、そして18キル。うわ、敵さんと一緒だけど、スコアを見ていくと、あー、スコアの差が出てますね。同じキルデス比でプラス向こうの方がアシスト上なんですが、やっぱりスコア旗に絡んでるかどうかでこういった形で変わってくると。はい、それではこれからもね、ちょっとコールオブデューティーモバイルの動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価お願いします。それではご視聴ありがとうございました。